さて女子の種目別最後の演技、ゆかの最後の演技はソビエトファブリチナバです。これまでトップがルーマニアラザルの 9.85 ですので、それ以上の得点を出しませんと金メダルにはなりません。さあ最初のシリーズです。おっとちょっと失敗しましたね。不審のムーンサルトでしたけど、はい、手をついてしまいましたね。まあ、この選手はこの大会参加選手なんか一番小さいんじゃないんでしょうかね。身長が132センチですね。そうですね、体重が26キロですよ、はい、小柄なんですけれども、まあ、それの独特のバレー仕込みのトレーニングの成果、こんなに小さい選手でも自分をこれだけ表現できるのかなっていうところも本当に素晴らしいですよね、はい、さあ2本目のシリーズに入ります。こちらに2回連続から抱え込みね、ソビエト国内の強化選手の一人です。ヨーロッパのジュニア大会には何回か出ています。さあ最後のシリーズ2回宙返りね。もう一人のコチェトコア選手から比べると少し力が落ちるような気がしますけれども、はい、はい、小さい体をフルに生かして演技してくれますね、はい、一生懸命演技を行いましたソビエトオクサーナ・ファブリチナバ選手です。以上で13歳です。女子ゆかの競技を終了いたします。まだまだこのダイナミックさには欠けますが、しかしそれぞれの技をきちんとやってますね。そうです。そういう、まあ、ジュニアの時代になかなか技に走ってしまう選手多いんですけれども、やはり基礎をきちんと、はい、そして一つ一つの技を